建空寺は中華人民共和国三世省大道市根、原県永安鎮の常山金流教を水平方に位置する寺院。大道市中心部からは南東に約60キロメートルである。5世紀末、北義後期に造営された仏教、道教と儒教の三つを一体化した独特の宗教の寺院。建空寺の名は、原空閣と呼ばれていたことに由来する。は、道教。 空は仏教の教義に由来し、断崖の途中にぶら下がるように建てられていることから、現在の名に改められた。中国語では、剣と剣は同音である。剣空寺は、根源剣の剣城の南 5km にある常山の、金流橋の西向きの水平方の岸壁の途中にある。北魏の大和15年に建造が始まった。東大の開元23年。 この地に遊覧した李白は岩壁に、相観の二字を書き記したという。秋代の数帝六年、憲空寺を訪れた、地理学者、旅行家の女霞客は、女霞客勇気にそのありさまを次のように滑車している。生涯の藩、僧郎、後見、極者位、持ちの女神と従代者、憲空寺なり、五代北学、また有う県空寺、義子の美濃舞台、行の神秘、鈴み、 イサム一人登る、イリソクロウカク工芸、オリジトドケ局、崖、木のぶ作、ため天下巨漢。シカも地の天鉄、剣のおづくしがち、遺願結構、しかも二目岩石類社わずかこれ。しかも像両一適所、盆客座前岩、瞑想団頭、広行き館、祝禅中宮尾。現存する建物は、民信代に修繕されたもので、1957年に、 山西省重点文化財に1982年に全国重点文化財に指定された。建空寺には主要な建物が6つあり、これらが木製の参道で結ばれている。建物内には多くの素像が置かれているが、三教殿には仏教、道教と儒教の三階層の釈迦、老子、孔子の素像が一堂に並んでおり、稽な眺めとなっている。ありがとうございます。